また出ました。幸福の科学。地獄の話。どんだけ地獄が好きなんですかどっちかっていうと、地獄に行きたくないから新人を迎えるっていうよりも、素晴らしい人になりたいから、天国にふさわしい人になりたいから新人するんだっていう風な考えの方が、なんか人間らしくて宗教っぽいような気がするんですけども、なんかね、怖いことで脅すのってまさに悪魔の手法じゃないですか。<laughs> なんかそんな気がするんですけどね。さあ、そして読んでいくと、閻魔大王が、 裁きをしてくださるそうですよ生前の行いや考えていたことは全て記録されていて善行と悪行を比較して天国行きか地獄行きか決まるそうなんでえだったら記録されてるんだったら別に閻魔大王のとこ行かなくてもよくないですかそスッと天国行ったらスッと地獄行きがいいんじゃないですかなんでわざわざ結果が出てるのに閻魔大王のとこにわざわざ行くんですかねなんか申し開きのチャンスがあるってことですかね泣き落としとか それとも裁判員裁判みたいなのがあるんですかね。閻魔大王も大変ですね。毎日毎日こんな仕事させられて。もっと自分の人生楽しめばいいのにね。そんな赤の他人の良い,い悪い判断してる場合じゃないというのも思うんですけどね。それから、お地獄の門って書いてますよ。地獄にはどんな人が行くのかなと書いてます。やっぱ楽して稼ぎたいよな。副業で50万円。簡単毎日10分で稼ぎます。なんでこの程度で地獄行かなくちゃいけないんですか 別にあるじゃないですか副業で50万とかこの程度でなんかね地獄に行かないといけないんだったらうーんなんかねかわいそうな気がしますけどね副業で50万ってだって株買ってたらなんかね爆上がりして儲かったみたいなことあるじゃないですかダメなんですかね儲かるのが良くないってことなのかじゃあどうやってこの宗教団体こんな金集めるんだろうなんか一番楽してもうけてんのこれ幸福の科学じゃないのか あなるほど、幸福の科学が地獄の宗教か天国の門が開くと思いと行い天国に行くためにはどんなことをすればいいのかが書いてます。えー、仕事能力を上げて社会の発展に貢献すると天国行けるんですか 社会が発展して頑張って仕事をしていろんな商品作って CO2 ばらまいて地球環境を破壊して頑張ったぞーって天国行き、うん。なるほど。人がしてくれた小さなことにも気づき感謝をする。気づかなかったらダメということなんですよね、うん。まあまあこれはわからないでもないですね。健全な男女関係を築いて人格を高め合う。人格高い人誰ですかね私は人格が高いですっていう人いるんですかねこれ。 誰より高ければいいんですかね大川隆法ぐらい高ければいいんですかね自分より成功している人を素直に祝福する。大川隆法万歳、ね、次。環境が悪くても言い訳をせず前向きに頑張る。北朝鮮に生まれたらどうやって前向きに頑張るんですかね自己中にならず人への親切心を忘れない。なね。まあ、あれですよね。引きこもりをしちゃうと、 人へのの親切心っていうのが表現できないからダメってことなんですか、ね、なるほど無人島に住んでる人は他者への親切心をなんか表現できないですねというまあいろいろとへ理屈が浮かんできそうですけども天国と地獄がある意味ってて書いてますよまああれじゃないですか宗教が売れるんで儲かるからじゃないですか天国と地獄があったら別に何をしても同じ行き先ですよって言ったらね宗教儲からないですからね じゃあ次こういう本もありますこれはね大きな字で書いてあって小学生でも読めるようになってますね生きていく勇気を持とう、ね、勇気どうやったら持てるかな、うん、書いてますよまあこれでも幼い子がねこういう本を読んでいろんなことを励みになるのはすごく大事じゃないですかうんなるほどねこれはなんかコロコロコミックスみたいなねタッチですね これはまあ小さいお子さんに読んでもらえばよろしいかと思います。